半間家の名前の本家の半間岩尾先生です。本物の貴族です。ですね、私とね、イギリスのエリザベス女王とは昔の代からですね、非常に付き合いが多いんですよ。でね、私の本物の貴族、私なんですけれども、お金があるときはね、エリザベス女王でも美人のね、子供とか生まれたときはちょうだいねって、奥さんとしてね、いただけるようにね、お金があるときはいただけるようにということでね、つながりがあります。贅沢に育った美人のね、エリザベス女王家のね、やっぱり美人はね、やっぱり私も目がない時があるわけですね。でね、そういう関係でね、私がお金がある時は、地球上一番ね、偉い人だろうと、一番いい、ね、奥さんをもらうということができます。お金がある時はね、貴族なんで、本物の貴族ね、そういうつながりが昔からあります。私はね、日本では分かりやすく言えば清少納言ですか、太った美人のお金持ちというのはね、これは私がね、当時日本人が食事関係があんまりしっかりしてなかったんで、痩せてるのはちょっとまずいということで、太ってる人はね、いや高価だということで、これも一つの、ね、金持ちとして扱っていいんじゃないかということで私が決めたことなんですね。歴史は相当私が作ってます。本物の貴族ね、本家、半間家の本家ですけどね。ということでね、エリザベス女王家、今はもう今私がね出てきたのは、力が出てきたんで少し言えるようになったけど、弱い時はね、面倒かけちゃうんですよ、イギリスエリザベス女王にね。もう年が高年齢なんでね、私の方がだいぶ力ついてきたんで、そろそろ本物の貴族のね、正体を私は出してきました。日本国歌で歌われてる君が代は岩尾となりてっていう岩尾です。私はその名前で日本は歌っております。歌われております。今後私がね、いや教えるようになったら歌わなくなりますけどね、能力者なんで、人間全員が敵に来るんでね、上の宇宙全体でね、生きてないと人間にやられちゃいますから、本物の貴族なんでね、味方いないんですよ、人間には。でまた人間には友達はいませんから、というのは一般的にはね、汚いと、貴族じゃないから、人間たちだから友達は作れないということですね。だから誰も敵になっちゃうんで、宇宙の生物というね、またに、そういうのでやっぱり金持ちとか、エリザベス女王家とか、やっぱり裕福なの女性はやっぱりで、美人とかね、超美人とかね、一番美人が好きなんですね。そんなこと、ただ今フィアンセいますから、美人がいますから、一人いますけど、二人目ですね。子供を産めなくなったら、二人目、子供を産む必要があると思うんだね。まだ生まれると思いますけど、フィアンセの方はね。美人がいるから一人はいますけどね。そんなことでね、半間家の本家のもう還暦ですね。まだ私は未婚ですよ。一回も結婚したことはありません。フィアンセは言いますけどね。ということでね、私の彼女は 20歳と下ですね。現在はね、秘密です。そんなことでね、しばらく会ってませんけどね、そういうことでお話しいたします。